船橋。船橋。船橋ツアー。船橋予定通りですよ。行きますよ。あの温泉もありますか。あ、奥さん良くなったの？いや、全然ですね。ダメなの？あのね、マイコプラズマっていうのに、僕もマイコプラズマもらっちゃって、あのカンピロバクターの食中毒になった後にまんま僕マイコプラズマももらっちゃってて、僕はもう動けなかったです。じゃあね、一番田島さんだよ。咳が止まんなくなっちゃうんです。マイコプラズマ肺炎ってやつですよ。俺すぐもらっちゃうから。いや、もう大丈夫です。で、医者に行ってもう大丈夫だよって言われたんで、だから先週はもう絶対移っちゃうと思ったんで来なくて。マー君久しぶりだよね。1週間にそんな下がるの？結構、え？ 2、3ヶ月空いた？いや、1ヶ月半ぐらいだった。そうだよね。7月は来た。そっかそっか、じゃあこの前でしたよ。僕は課長だったんだって。うん、なんかバッターボックスのさ、はい、あ、いやいや、ウェイティングの人がさ、かぶるんだよね。あれ、ツッキーもかぶるな。医者投げんの。キャッチャー行けるとこまで、はい、で途中から言って、はい、準備しとくから。キッチャー、きついよ。あれあれよ、左のサードだ、珍しいな。おーこれさ、あ、それ、ママと。ごめん。ダメですよ。小川さんは B が高いし。だからさっきから笑ってる。偉い人。偉い人。はい。そこで差別しないの。B の方が安いですね。カメラで分かりやすい。そう。ナイスナイス。ナイスナイス。僕らちょっと違う駅から来るんですけど、
近くの駅にこの区市長の車を止めて、みんなで温泉行って飯食って帰るかっていうので、そうそうそう、タイム一応時間全部もう調べてるけど、土曜日基本的に夜勤が多いからさ、ワンフォーで、普通ツアーはまだまだ近くの行きましょうよ、まあ、ここで4番。惜しい惜しい。もう上がってホームラン出られるな、さあスタンド行きましょうよ、伊藤さん。サイド回ってきてよ、まあ、セカンド正面、正面。タイミング合ってないな。ちょっと最近速い球のピッチャーばっかだったから。ああ。ちなみにこの1ヶ月やってなくて。うん。ナイスナイス。フリーバーのスタート。ナイスナイス。一歩一歩。落ちる落ちる落ちる、あー落ちねえ。すげえ、うめえな。